岐阜県輪場は岐阜県岐阜市にある競輪場。施設所有及び取材は岐阜市。競技実施はジャカ中日本地区本部中部支部。岐阜競輪場は1949年に開設された。記念競輪は2008年から長良川迂回カップの名称で開催されており、かつては12月に開催されていたが、近年は9月に開催されている。特別開催は、 過去に1996年2001年2011年にオールスター競輪2006年に共同通信社杯競輪が行われた。今後は2021年9月17日から20日に共同通信社杯が15年ぶりに行われることになった。なお、コビット1 9の影響で入場制限した上での開催となる予定。イメージキャラクターは 長良川うかい PR マスコット、ウータンの競輪場仕様で、それにちなみ、ウータンカップ争奪戦も開催されている。2004年4月から2015年3月まで、CS 放送のスポーツ専門チャンネルの EX スポーツにおいて、競輪ライブの放送を行っていた。トータリゼータシステムは、日本ベンダーネットを採用していたが、2016年11月15日から、 富士通フロンテックを採用している。2008年7月23日から、手芸活式車検にあたる、K-Dreams の発売が行われるようになった。400メートルバンクを採用。癖のない標準的なバンクで、直線も長いため、どの客室の選手でも、存分に力を発揮できるバンクである。なお、走路の内側に大きな池があるのが特徴で、これにより、選手がペダルを踏む感覚である。 バンクの重さへの注意が必要となる。JR 東海岐阜駅から東馬まで無料送迎バスが運行されている。2005年までは、名鉄見の朝線、多賀線に、競輪城前駅があり、アクセスとなっていた。競輪城前駅廃止後は、多賀駅が、最寄り駅となっている。徒歩15分。岐阜バスの場合、快速イオンモールかかみが原線、岐阜かかみが原線、 京林城前下車、または、岐阜関線、岐阜民路線、大洞団地線、岐阜日野線、尾崎団地線、岐阜聖徳学園大線、岐阜美三千下車、徒歩5分。ありがとうございます。